税金も納めてないのにもらえるのがおかしい。まあ一応ちゃんと申告さえしてればもらえるシステムやからね、税金も納めてなくてもちょっと穴があるよねまあでもそもそもこの給付金に対して、まあ税金を納めたから納めた人を救うっていうスタンスじゃないからね、あくまで国民全員に対してみたいな感じがあるんで、まあそこはなんかしょうがないかもしれないけどねでもなんかちょっと違和感あるよね結局、なんていうんですかねまあいいかそんな話はまあちょっとねダイエットしてるのでマヨネーズはいつもより少なめにします。やっぱマヨネーズは太ると思うのでいつもの2分の1ぐらいにしとく。こんぐらい、いつもはこういうの2倍ぐらいかけるんでちょっと少なめにしときます。今日お好み焼き味なんでちょうどね焼きそばこれマヨネーズとか絶対合うやつだと思うし、よし、いただきます。うまっ。うまっ。ああ。皆さん、眉好きですか、眉。皆さんは眉好きですか。興味がない、マジで。これがふわっち名物、ただ飯を食うだけの配信。そう、これがふわっち名物だから。何もやらないっていう、配信者とは名ばかりの、ただ飯食うだけとか喋るだけとかであとはもうひたすら投げ銭とかナイスが来るのを待つっていうまあ、いよいよね、どうなるんだろうね。あ、どうも、てんてんさん。あ、てんてんさんからもらった、今、焼き弁食ってます。でも、17もそんな感じ、歌ってるだけとか。あ、でも、17も確かに、なんか、そんなもんだよね。俺もチラッと覗いたけど、ぶっちゃけ17とかも、なんか、あとコラボとかしないで単体でやってる人多くない？ 17 とか、ショールームとか。LINE ライブもそうだけど。なんか、コラボとかしないで単体で、家で、なんか喋ってるだけとか、なんだかんだ歌ってるだけとか、踊ってるだけとか。そういう人多いよね、17とかそういうとこは。なんかなんだろう、なんか正直大したことやってないんだけど、なんかある種のアイドル配信みたいな感じになってる、あれ。てか、ふわっちの人たちってさ、コラボしすぎじゃない？なんか。あー、てんてんさんから、お前がお前が、アラムド、セキュー、イナズ、メガイツ、ソフトバック、ソマジ、ありがとうございます。半年ぶり？
あ、北海道の人ってあんま焼き弁食べないのか。うん。なんかふわっちの人ってさ、コラボしすぎじゃない？なんか思わない？しかもなんかコラボする相手が毎回毎回大体決まってるっていう。で、大体コラボしても飯食うか、慣れ合うか、酒飲むか、殴った殴られたとか、喧嘩するか、警察呼ばれるか、どれかだからね。大体そのパターン多いよな。なんでこんないろんな人がコラボしたがるんですかね。なんか17とかショールームとかなんかそういう感じしないんだよ。T シャツ？なんで？なんだろう、なんか壁があるんだよね。なんて言うんだろう、もっと他のサイトとかだと、なんかふわっちってなんかその壁がなさすぎるんだよな。なんて言うんだろう、なんかもうコラボしようなんてもう一言二言返事でなんかするみたいな、なんか閲覧のある程度あるもの同士とか、あと閲覧ある人になんかまあ要するに売名みたいな形でかそってるやつがなんか行ったりとかして、なんかそこのなんていうの、壁がなんか薄すぎない？人となんか絡むっていう、関わるっていう、なんかね、すごい思う。なんか他のサイトとか見ると、なんかほんと一人でやってる人ばっかだよ結構。単体だとネタがなくなる。まあそれはわかん、絶対そうだと思うけどね。なんかね、そこなんだよね。なんか絡みたがる、群れたがるよね。だからなんかプレミア感もなくなるよな。なんか、なんて言うんだろう。あとなんかプロ感に欠けてるみたいなとこあるよね。なんか、なんだろう。例えばさ、ね。本当に有名な人で、はじめ社長とかヒカキンとかさ。あんなのも誰が誰でもコラボできないじゃん、なの。絶対もう誰、ね、コラボしましょうって誰かが言って、一言二言で、じゃあしようねってなんないじゃん、100% あんなの。なんかそこでなんかさ、プレミア感に欠けるっていうか、プロっぽさがなくなるよね。なんか本当にガチの人たちだと、なんていうの。もう動画として、あ、良くならない、なんかいい感じにならないなって思う人と基本コラボしないで、あの人たちガチで仕事でやってるから、あの人たちってガチで本当仕事でやってるじゃん。で、本当にみんなが見たくなるようなコラボとかにならないんだったら断りますみたいなスタンスじゃん。で、あとはその人自体にさ、その人の動画自体にめちゃくちゃ価値があるから。だってさ、一回だってね、あれだよ。何回も言ってるけど、動画内で企業の CM するのに、CM ってか、企業がそのね、案件をこう依頼するのに、ヒカキンとか2000万だからね、一回。動画にするだけで。本当にトップ層なんかもう100万超えてるから、だからその動画自体、その人の動画自体にめちゃくちゃ価値があるから、そんなものにさ、しかも仕事でやってるわけじゃん。で、中には企業がね、一回商品紹介してくれってね、何百万とか何千万とか払うような人たちばっかだから、そんな簡単なさ、なんか、しょうもないような、なんか、売名目的のゴミみたいな奴らが来たって、そんな弾くの当たり前なわけで。なんか、企業側にも申し訳ないじゃん。そんな企業がね、一回で何百万何千万払ってくれる。企業にも申し訳ないわけじゃん。だから、そういう感じで、なんか弾いてくけど、なんか、なんて言うんだろう、もう、ふわっちの人たちってもうそういうのが一切ないよね。なんかもう自分の価値を下げてるっていうか、まあもともと価値ないけど、なんつうんだろう、もうなんかみんながチャランポランでやってるから、なんかさ、まあ要するに、なんかある程度閲覧があるだけで、まあこんな小さな世界だけど、こんな小さな世界の中で比べて、ある程度閲覧がある人はさ、でもふわっちだけ、もう先見の明じゃねえや、あの、胃の中の蛙みたいになってる人たちばっかだから、このふわっちの世界が全てだみたいな感じになって、で、閲覧。